桃太郎伝説87年ハドソン。前回は奈良美地蔵のなんていうか暗号文みたいなやつをね聞きまして、スズメのお宿さんまで戻ってきたところでした。今回はこの南東に進んでいこうっていうところですんで、どんどん行きましょうかね。お、月のワグマ、敵が強くなってきてますね。戦えるかな。うわ、結構ダメージきついな。オッケー。ハンニャが出ましたね。こんなやつおったかな。結構強そうな見た目してますけど、攻撃は月のマグマほどじゃない。あ、でも HP が高いな。倒せるか。これで決まったかな。 OK。 まあまあ戦えないレベルじゃないですね。カラステング、どんどん新しいモンスターが出てきますね。こいつはこいつで結構強いな。攻撃が20ぐらい食らい出すと結構きついっすよね。 OK。 一旦回復を、金ターンで回復できる量がね、1回で20ずつぐらいしか回復しないから結構きついっすよね。新しく家を見つけましたよ。カラステング来た。天狗笑いの術、耳がキーンとして戦えない。何それ、そんなんあんの。やめてやめてやめて。カラステング、さっきね稲妻の術をやってきたんですけど、3連続で20ぐらいのダメージ食らうんですよね。なかなか辛いよ。 OK。 さあ、ここは仙人のいおりかなですね。わしはダメ仙人じゃ。修行に来たのか。はい。そうか、苦しい修行に耐えられるかの。うひゃひゃ。ところで桃太郎、花坂村のじじいは鬼が化けておったのを知っておったか。はい。そうか、それはよかったの。うひゃひゃ。鬼が金太郎に化けておったのを知ってたか。はい。そうか、それはよかったの。うひゃひゃ。これはもしかして、ずっとこの長話を聞かされるパターンですか？貧乏神にはあったか？はい。寝太郎を起こしたか？はい。氷の塔では、漢字を使ってうまく歩けたか？いいえ。希望の都でフグ料理を食ったか？はい。微笑みの村へは行ったか？はい。少年ジャンプを毎週読んどるか？いいえ。洗濯物を干したことがあるか？はい。授業中にスカシッペをしたことがあるか？いいえ。どうも年を取ると話がくどくなっての。いいえ、そんなことないよ。宿題はもうやったか？いいえ。お前は今幸せか？はい。ひょうきん族は毎週見とるか？もうやってないっすよ。好きな子はおるか？いいえ。貯金はしておるか？はい。自転車に乗れるか？はい。お前はスケベか？もちろんでしょう。鼻をヒクヒクできるか？いいえ。耳をヒクヒクできるか？はい。長いなこれ。お客さん、早いお月で、この宿は100両で泊まれます。泊まっていきなさるか？いいえ。儲かりまっか、両替のトイチアグループでおま、初めての方でっか？いいえ。もうそろそろ話が終わると思ってるか？思ってますけどね。まだ続くんですね。もうそろそろゲームの続きをやりたいと思ってるじゃろう。はい。奈良美地蔵のところへは行ったか？はい。村田さんには会ったか？いいえ。はいかいいえを押してみ。はい。古
ライドポテトはいかがですか。いいえ、上に参ります。はい、用意ドン。なんだこれ、道具おにぎり食べる。はい、このゲームは丸腸だと思うか。いいえ。 Do you have a pen? いいえ。出かけるときは忘れずに。はい、よくまあわしのつまらない話に付き合ってくれたの。ではさらばじゃ。何、嘘やろ嘘やろ、教えてよ術を。そうそう、忘れておった。ところで桃太郎、花咲村のジジイは鬼がばっ、同じやないか。え、まさか全部同じ。おっほ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 、マジかよ。ずっと同じ話でしたね。ではさらばじゃあ、また終わるんかと思った。そうそう、忘れておった。わしのところの修行は忍耐なのじゃ。お主に満金丹の術を授けよう。満金丹は金丹よりさらに体力を回復させる術じゃ。ああ、いいのもらいました。満金丹と唱えよ。ところで桃太郎、また続くのか話。うひゃひゃ、フェイントじゃフェイント、もう話はせん、安心せえ。腹立つ。これで満金丹の術、満金丹の術を覚えたんですね。ああ、いいね、いいね。あ、間違えた、間違えた。法律使っちゃった。はい。とりあえず満金丹の術は教えてもらったけど、この後もっとじゃあまだ南に行くんですかね。進みますか。茨城童子強そう。あー、強、結構強い敵が出てきてますね。あ、なかなか HP も高いな。あー、結構強いぞ。35段でこんだけかかるんだったら強いな。この南は何があるのかな。ここが鬼の爪痕かな、ぽいね。川が入り乱れてんね。ヒグマ、おっと、月のワグマよりもしかして強いのか。強いね、完全に強い。こう入り組んでて迷路みたいだ。どっちに行くのかな。さあ、結構ダメージ食らったんで一回満金丹の術使ってみましょうか。お、体力全回復。でも消費 MP が20かな、結構使うね。さあ、村があるぞ。お、来た、スズメの親鳥4。無限の仙人に術を教えてもらうには根気が必要だ。さっきのやつじゃなくてか。ここにもいつ鬼どもが攻め寄せてくることか。チュチュン、ナユタの仙人に会いましたか。いいえ。ナユタの仙人はこの近くに住んでいるみたいで、時々お茶を飲みに来ます。さっきのやつ、満金丹教えてくれたやつは無限の仙人ですかね。ヤマンバのせいで村人みんな動物に変えられた村って多いそうよ、チュチュン。そんな村がこの辺にもあるんですね。チュチュン、ヤマンバはホラー穴に住んでるわ。さあ、ってことは次はそのナユタの仙人ってところに行くのかな。どっち方向なんだ。さて、単純にここまで進んできた方向からすると西側か南側しかありえないんで、西の方を見に行きましょうか。やべ、黒ガッパ、こいつは確か全部のアイテムとお金を持って逃げていくやつなんだよな。間違って金丹使ってますよね。あかんあかん、倒しましょう。
取らないでね、取らないで、取らないでよ。よしよし。あー危ない。怖い怖い。すんげえ経験値持ってんな。こっちの西側かな。あ、何かそれっぽい、ちょっと違うマップに来ましたね。あー、黒ガッパ。やめて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 。逃げといた。あー、怖い。これはなんだ、ここか。あ、これですね。わしは、ナユタの仙人じゃ、修行に来たのか。はい。では、わしは奥におるでな。血の池を抜けてやっておいで、うひゃひゃ。これはダメージを、あ、食らうんですね。ダメージ、あ、結構きっつーダメージ。一歩で20ぐらい食らってる気がするぞ。もう一歩、もう一歩いける。よし。ここで、マンキンタン。2、3、4、5、6、7。だいぶ奥まであんな。1、2、3、4。ここでマンキンタン。1、2、3、4、5、6、7、8。あと3回。うわ、よし、ここで満金ターン。きっつー。ここに稲妻ですよね。しかも結構いっぱい稲妻の術使わされるやん。なんとかいけそうかな。そこに見えてる仙人のところまでだったらいけそうな感じはするね。さあ、壊すぞ壊すぞ。しかし稲妻の術ってどうやって洞窟の中まで落ちてきてるんでしょうね。はい、満金ターン。よし、抜けたでしょ。でかした桃太郎、お主に浮遊の術を授けてやろう。うひゃひゃ。浮遊の術は、肺浮遊と唱えれば、体が宙に浮く技じゃ。今まで体力を奪うような場所も、難なく通れるはずじゃ。頑張るのじゃぞ、桃太郎。うひゃひゃ。いわゆるレビテトですよね。レビテトとかトラマナですかね。さあ、ここは何が入ってんの？あ、蜘蛛の糸、助かる。これで、出ましょう。オッケー、抜けたぞ。さあ、ここから南の方向に行ったら次の村かな。あー、また来たー。あー、お金盗まれた。やめてよやめてやめて。六角でぶっ倒す。うせやんうせやん。さあ、てことで戻ってきました。やってられんでしょうよ。バク、空に浮いてるんですか。バクって刀が届かないとか出てますよね。夢食いのバクですよね。あ、全然届かない。そんな風に浮いてるような体に見えないですけど。おお、倒した倒した。あ、お金いっぱい持ってますね。双子地蔵は出口への道のりで出会う地蔵じゃ。出口はどっちなんでしょう。ここに一つ地蔵がありますね。ナーフォーザワールドだけ。双子地蔵が下に見える。おったよ、双子地蔵。我々は双子地蔵じゃ。旅の無事を祈っておるぞ。そんだけか。鬼火、また新しいモンスターですね。結構強いな。いつも攻撃が届きにくいのかな。
そうでもないけど、お、炎の塊。あ、強え、40も食らう。倒せ。オッケー。一旦回復せんとやばいな。さあ、これで双子地蔵がいたから出口への道のりであることは間違いないわけですよね。さあ、鬼の爪痕を抜けてきたぞ。よくぞ、あの鬼の爪痕を。よくぞ、あの鬼の爪痕を抜け出せたものよ。さすがじゃ。どうもありがとうございます。こっちの地蔵さんは関係ないのかな。腹出し。あ、攻撃が効くね。普通のモンスターかな。眠ってしまった。一緒に腹出しも眠んの。なにこいつ。倒しました。お金結構持ってんね。これはどこに行くのかな。また来た、腹出し。オッケー、ワンコいい感じ。あのお地蔵さんは何でしょうかね。松の木の下で待つ。これか。ああ、木に縛られた猿を見つけた。桃太郎さん、助けていただいてありがとうございます。私は猿蟹村と愛と勇気の国を結ぶ船の船頭でした。お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。旅のお供をいたしましょう。きびだんご持ってないんじゃないの。やっぱり、猿が消えてしまいました。きびだんごを持ってもう一回来ないといけないですね。猿カニの村ってのがこの辺にあるのかな。お、なんだ、ウォーテング。また強いやつが来たぞ。見た目は強そうですけど、攻撃力がちょっと強いだけの普通のモンスターかな。何か特別な攻撃をしてくる感じではなさそうですね。オッケー、倒した。この南側とかですかね。土の鬼。あ、こいつも結構強えな。おっと、ネズミと同じようなことをやってくる。やってくるぞ。うちの攻撃力が半減してるんですかね。なかなか強いモンスター。出てくる敵が全部結構手強いね。怖いなあ。見つけた、村発見。また来た、土の鬼。さあ、到着した。あ、やっぱりここがサルカニの村ですね。この村の人たちはどこへ行ってしまったのだろう。おー、誰もいないのか。あ、誰もいねえな。お店にも人がいないっすもんね。何この鉢みたいなやつ。ナーホーザワールド。ハッソンのマークみたいなやつが無言で立ってるけど。あ、動物がいてますね。無言。これはヤマンバの仕業で、村人たちが動物に姿を変えられてるってことかな。そんな気がしますね。神社はどうだ。お、神社の神主さんは平気みたいですね。 OK、 これで飛燕で戻ってこれますね。ここのちょっと奥の方にある怪しい家は何でしょうね。ここは、あ、駅舎ですか。よし、じゃあサルカニの村が戻ってこれるようになりましたんで、一旦きびだんごを買うのと、文福茶釜を売りに行きましょうか。希望の都の方がいいかな。さあ、まずは文福茶釜を質屋に売りに来たぞ。文福茶釜2万両でよろしくお願いします。
ありがとうございます。いいね、2万両で買い取ってくれんのが文福茶釜。一体どんなものなのか想像があんまりついてませんけど、そのお金で買ってくれるんだったら何でもいいや。さあ、あとは茶店できびだんごを。さあ、じゃあ茶店できびだんごをいただきましたので、これを持ってさっきのお猿さんを仲間にしに行きましょうかね。首なし鬼、怖っ。牛鬼の首がないバージョンって感じでしょうかね。あ、全然攻撃が当たらん。しかも防御力も高いね。これは倒せるかな。ちょっと危なげな気がするな。おー、強かった。お猿さんところ行く前にやられてしまうところでしたよね。さあ、もう一回戻ってきたぞ、猿のところ。よろしく。 OK、 また猿のステータスアップですね。何でも桃太郎のステータスが上がるんでしょうね。桃太郎さん参りましょう。かぐや姫様はあなたを待っているのです。どうも。これで3匹お供が揃ったわけですよね。で、どうしようこれ。宝物がまだ2つしか揃ってない状態で、次の進む道へのヒントが一切断たれてしまいましたね。まずはサルカニの村の、なんて言うんでしょう、あの動物にされた村人たちを元に戻すためにヤマンバを倒しに行くっていうところから始めないといけないんだと思うんですが、そのヤマンバはホラー穴に住んでるっていうことしか分かっていなくて、どこのホラー穴かとかが全然分かんないんですよね。さあ、てことで、まあこのサルカニの村の周りを探してヤマンバの住んでる洞窟を見つけるっていうとこらへんでしょうかね、次はね。さあ、一旦宿へ泊まりに行こう。さあ、てことで続きは次回ヤマンバ探し行きたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。ではでは、お疲れ様でした。